フランシスコ・ホセ・アヤラ・フランシスコ・ホセ・アヤラ・ペネダは、スペイン・マドリード出身、アメリカ合衆国国籍の生物学者、哲学者、カリフォルニア大学アーバイン校教授、スペインのマドリードに生まれた。1961年に、アメリカ合衆国に渡り、コロンビア大学のテオドシウス・ドブジャンスキーの下で学んだ。1964年に大学を卒業し、1971年に、 アメリカ国籍を取得した。アメリカ科学振興協会の会長や理事長も務めた。カリフォルニア大学でドナルド・ブレン生物科学、生態学、新科学教授、哲学教授、論理学、科学哲学教授を務めている。彼は連邦政府が ES 細胞研究への資金援助を規制したことを公的に批判した。現在、 憲法擁護委員会のアドバイザーを務めている。2006年11月にはビヨンドビリーフに出席した。2001年にアメリカ国家科学賞を与えられた。米国科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミーとアメリカ哲学協会の会員である。950の出版物と30冊の本を書いている。近年のものを記す。ありがとうございます。